2023年度小中高校生ボールルームダンス全日本チャンピオンシップ中学生の部男女カップルラテンアメリカン部門で、見事優勝されました伊達風磨島田虹香組です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。優勝とお名前を呼ばれた時はどんなお気持ちでしたか？そうですね、去年も、優勝できて今年も優勝したいと思って頑張って練習してたので、その努力が報われてとても嬉しいです。ちょっと練習する機会が結構少なかったんですけど、その中で私たちの努力とかを今日出せてよかったと思います。ね、2連覇すごいですね。はい、じゃあ教えていただいているお教室と先生のお名前を教えてください。じゃあ、ダンススタジオ D で先生はめぐみ先生と伊達正樹先生です。はい、じゃあダンスを始めたきっかけは何でした？お聞きしていいですか？はい、僕のお父さんとお母さんがもともとプロの社交ダンサーだったので、そこからキッズクラスとか参加するようになって始めました。もともと踊りをするのが好きで、お母さんが社交ダンスを見つけてくれたので、そこで通い始めることになりました。じゃあお友達に社交ダンスを勧めるとしたら、どんな良さ楽しさをお伝えするしますか？やっぱり二人でするからこその楽しさっていうのがあったりとか、観客の人たちに楽しく見せるとか、そういうところを自分がやってて楽しいので、その楽しさを見せたいと思います。普段の練習ではちょっときついかもしれないけど、こういう大会で優勝するととても達成感とかがあって、とても楽しいから、そういうところを伝えたいと思います。ありがとうございます。最後ですけど、親御さんやお友達やダンスの先生ね向けての喜びや感謝の声をお聞かせください。どなたに伝えたい？やっぱり家族に一番伝えたいです。ありがとうございます。お母さんとお父さん、今まで支えてくれてありがとう。はい、ありがとうございました。じゃあ2023年度、小中高校生ボールルームダンス全日本チャンピオンシップ中学生の部男女カップルラテンアメリカン部門で見事2連覇されました伊達風磨島田虹香組です。はい、ありがとうございました。